ばんは。JK そう JK。 JK オキポでございます。ちょっと JK オキポなんですけど、ちょっとあのティファールがティファールが湧いたのでちょっと取り行ってきます。ティファール。カフェオレ持ってきました。あった。ちょっと足汚いんです、すいません。クマありがとうございます。クマ今日はね、独り言で語るぐらいならのオンラインお話し会がありまして、ありがとうございました、来てくださった皆様。朝からね、夜までありましたけど、ツーショット会もあってね、楽しかったです。参加してくださった皆様ありがとうございました。またね、結構長いですけども夏までよろしくお願いします。7月ぐらいまでかな、確か約 3、4ヶ月よろしくお願いします。明日はオンラインサイン会があります。オンラインサイン会のね、サインまだ書ききれてなくて家に持ってきたんだけど、あのショールーム終わったら書きます。手がめっちゃ汚れちゃった今書いてます。サイン会よろしく。こちらこそ。クマありがとうございます。間に合うのか、間に合わせないとやばいから書くよもちろん。そう、サイン会手が汚れがち。なんかサインで汚れるんじゃなくて、このキャップを閉めるときにいつもスカスカなっちゃって、ここら辺が汚れる。そう、当日は名前だけ書くって感じですね。今ね、サインと一言メッセージをずっと永遠に朝から書いてました。今日はね、朝ちょっとだけショールームしたんですけど、朝も言ったんですけど、あのなんかショールームさんが STU のねピックアップ期間らしくて、今日 STU のねなんかアバターとかもらえたりとか、ギフトも STU 指導になってるので、よかったらぜひ。
水色綺麗ね、可愛い。アバターもらった？虫退治、そう朝ね、ソラハのショールームにお邪魔してきました。なんか朝ショールームしてたらソラハのルーム行った人からコメントが来て、今ソラハと虫が戦ってるよみたいな来て、でなんかまあ最初は普通に流してたんですけど、なんかだんだんコメントがなんかソラハの実況みたいになっちゃって、でそのソラハの実況がめっちゃ面白くって、なんかソラハのファンの人もソラハへの励まし方がなんかすごい面白くて、私ちょうどね虫の殺虫剤持ってたのでね、まあ、家も近所だしって思ったの助けに行きました。でも結局何もしてない、私スプレー振りかけたら虫が飛んでって、虫がカーテンに移動して、そのカーテンについた虫をソラハが掃除機で吸い取ったから特に私何もしてないんだけど、うん、まあまあまあ、掃除機の中で生きてる可能性あるね。ソラハがビビってた。そう、虫退治してきました。イケメンありがとう。でもなんかコンタクトしてなかったから、その時虫がねどんな、なんかもう全然見えなくて、なんかあんまり臆することなく虫退治行けました、うん、いろんなメンバーにコメントしたけど無視されてピエン読んだぜ私が。足が長い虫って本体小さい、そうなんよ。なんか最近ね、私とソラハ結構近所なんだけど、そのなんか近所周辺に出る虫がなんか同じような虫が多いんだけど、アメンボみたいな虫なんですよ。で、まあ、そんな虫の詳細をなんか配信で詳しく言ってもちょっと気持ち悪いからあんま言わないんだけど、なんだろう、こう足が長い虫ってこうコンタクトしてないとすごい見えないんですよね。こう足があったとしたら真ん中の黒しか見えないみたいな。だから本当にうお何なんか飛んできた、すごい、何これ。そうだからね、全然見えなかった、コンタクトしてないと。何今のギフト、なんかチョコレートエッグみたいなタコ出てきたけどそう、なんかアメンボみたいな虫めっちゃ怖いんよ。私のね、窓の、裏側、外にもね、なんかくっついてるんですよ、窓。だから、え、怖っと思ってたまにバーンってして追い払うんだけど。イースターギフト、あ、これタコじゃなくてヒヨコだ。え、ヒヨコ？ヒヨコなのかな？ドラゴンエッグ。ドラゴンエッグ。何これ、タコかな、やっぱ。え、ヒヨコ？タコに見えるんだけど、めっちゃ飛んでくる。食べるぞ私、チョコレートエッグ好き、結構なんか甘ったるさ好きだから、中のやついらないからチョコレートエッグのチョコだけ食べたい時あるもん卵、私もあるよ。ほら、山口県で、山口県がね、山口県の教育団体が行っている木育という木の教育をねテレビでやった時の卵、これはひなさんが描いたひよこ。いいじゃん、私のエッグ。これ木でこうギコギコしてシャリシャリした私が作った卵
そう2個作って、1個はなんか山口県のなんだろう美術館だったかな確かに飾られてるというか、その他大勢の卵と一緒に置いてある。硬いよ、木だからね。ワンダーエクプライオリティというアニメする初めて聞いた。ワンダーエクプライイースターな。私ディズニーランドのね、あのイースターのパレードがめちゃくちゃ好きでね、 YouTube でねずっと見てた一回も行ったことないんだけどね、春のディズニーランドとかめっちゃ好きで、パレードの映像ノーカットバージョンみたいなのずっと見てた生ではないですね。あつ森にもあつ森ね、あつ森はなんか変なウサギが飛んでるよ。クマありがとう。フラワーフェスティバル起きたん出る、いやわかんない、聞いてない、まだ出ないのかな、出ないっぽいけどな。ディズニーのヴィラン好きすぎる、わかる。ディズニーランド行きたい、うん、イースター何祝う、え、なんだろう、春を祝うんじゃない、春を祝うんじゃない、なんだろうね。あ、だからか、なんか今日、あ、関係ないか、なんかお話し会キングレコードさんが差し入れにチョコレートのなんかチュッパチャップスみたいな飴みたいなチョコレートくださって、イースターだからなのかな、関係ないかあ、キリストの復活、なるほどね、そっか、なんかすごいさポピュラーっていうかさ、なんかもうそれが一つの祭りみたいになってるからさ、なんか全然知らなかった、さすが無心。あ、まあいいわ、ちょっとこういう話はあんまよくないそっかそっか、初めて知りました。あ、日本人はね、いろんなお祭りが好きだからね。うん、よいしょ、リボンがあんま見えない。イースターも最近は言われた、確かに、うん、八百万、そうじゃない、確かに無っていうより八百万の神がいるからね。まあでもあんまりね美ちゃんもお祭り作ってみよう。私が作るお祭り、山崎春のパン祭り、今日ねこの制服ね、なんか全部借り物なんですよ俺はカッターシャツとこのカーディガンはソロハが貸してくれて、リボンとスカートはフーさんから貸してもらって、靴下だけ自分で用意した。だから借り物を希望なんですよ今日。なんかさ、お話し会とかでさ、なんかもう受付前にさ何着るとか決めるからさ、自分が何着るか全然把握してなくて、あ、お話し会あるわと思ってパッて見たら、え、私明日制服着るのみたい なんかそういうことがありまして、制服どうしようないぞと思って、前まであったんだけど捨てちゃってて、捨てちゃったよどうしようと思った、貸してもらった。そう、忘れちゃう。でも今日なんか制服いっぱいいた、 JK、
そうなんですよ。でもこれもね、なんかソラハから借りたやつもコスプレ用のやつ、なんで制服、まあ入学式シーズンだったからですかね、春的な意味で。みちゅ入社式スーツ、みちゅさんはすごいよ、なんかスーツのあの店舗まで買いに行ったって言ってたすごい本当のなんか新入社員みたいな。それとかね、時たままあこういうオンライン話し会とかあるから買うんだけど、自分でなかなか届くの遅いからな。いや速達で頼めばいいんだけど、うん、コスプレとかってさプレゼントダメなんだっけ。そういえば服に入んないんだっけ定義がわからん。スーツいいね。ダメなん、あ、そうなん、うん、なんかダメだって人といいっていう人がおる。そうなんや。コスプレプレゼント届いてるイメージ、コスプレは届かないかな。なんかハロウィンの上につけるカチューシャとかなんか仮面とかは届いたことあるけど、あーチャイナと、うん、チャイナ届いたかも。でもあれはなんかコスプレっていうかガチガチのなんかガチモノのなんか伝統衣装みたいな届いたな。インナーはダメでアウターはいい。どうなんだろう、難しいね。コスプレって難しいね、そう考えると。なんか肌着がダメらしい、すごい。ありがとう。なんだこれ、熊のなんて言うんだっけ、あのお皿これタワーか、これなんて言うんだっけ、このお皿これなんだっけ、ティータイム行くのなんだっけこれ。ありがとう。アフターの、え、これそういう名前なの、アフタヌーンティー。このお皿もさ、ティーに含まれるの？いつか行ってみたいんよ、こういうカフェ。タワーありがとう。ありがとうございます。あ、大好きな人と迎えて幸せだった。こちらこそありがとう。パチパチありがとうございます。ケーキスタンド、あ、正しそう。春のギフトなのかな。クマありがとう。
今日はありがとう。いや、こちらこそ。今日はね、お話し会来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとう。すごいなんか STU のなんかさ、ギフトとさ、春のギフトのなんか相性がいいね。ピンクと水色でかわいいね。ありがとうございます。この桜定番ギフトにしてほしいね。あれもいいけどね、あのイースターなんだっけ、なんか UFO みたいに私の周りを飛んでくるやつ、あれもかわいい。ね、色合いがいい、うん、あれか、なんか他のグループさんの場合は色が違うのかな。 SKE さんとか NAB さんとか、ちょっと今度からショールーム見てみよう。UFO 色違う、あ、みんな違うんだ。すごい各グループ個性がありますね。初ツーショット写真会緊張しました。ありゃ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 。 NAB はヒョウ柄のクマ、おー、 HKT さんは黒、へえ、かっこいいね。 STU はしましまストライプでございます。楽しかったお話し会、久しぶりに話せて、うん、もうでも声がね、なんか周りもさ音楽とかでガヤガヤしてるから声が疲れたもうちょっと落ち着いて話したいな。ショールームとかってさ、部屋がもうめちゃくちゃ静かだから声も静かになってくんだけど、私こう見えてお話から結構声張ってるんですよ。でもそれでもね、なんかもう遠くの席にいるメンバー、例えば今日は2つ飛ばしぐらいであかりんさんで、4つ飛ばしぐらいでリコジがいたんだけど、もう全部かき消されるの、イヤホンしてても、わかるーとバーンって聞いてすごい、あのイヤホンしてるんよ、私もイヤホンマイクしてるんだけど、なんか誰の声って言われて、ちょっとあの多分リコチかなとか言ってそう、隣がね今日みちゅさんだったからね、あんまそんなあの大きくはなかったんやけどめっちゃね、そうそう、ガヤガヤですよ。今日みちゅさん隣だった。福ちゃん大声でファンの名前叫ぶから行きづらい。めっちゃ聞こえてくる。もう個人情報がめちゃくちゃ私に聞こえてくる。いやでも楽しそうだなって思う。なんかそれぞれの個性、メンバーの。うん、私は多分ね、ショールームよりかは元気だと思う。ショールームよりかはね、元気に過ごしてます。ヤヨちゃんとは何話したの？ヤヨちゃん、ヤヨちゃん今日話したけど、何話したかな？ヤヨちゃんが監視枠のサイン書いてて、なんかすごい、なんかなんて読むのか分かんなかったから、これどこをどう読むのって言ったら、なんか Y 以外分かんないですって言われて、なんかえみたいな。ヤヨちゃんとみんなある話しないんよね。
自分で考えたサインなのに分かんないなって言ったら、そう Y 以外何書いてあるのか分かんないんですよねってなんか言ってた。私はそれが分かんないなと思いながら。クマありがとうございます。クマなんかこう弥生って書いてるのか分かんないけど、なんかシシシシみたいな、でも分かる。私もねサインねマジで3秒で書けるんですよ最近。あのねお話し会の合間に書くんだけどサインを、生明日のサインのやつね、3秒あるんですよ次の人に始まるまで。あの人から人の間が3秒あるんですよ。でその3秒の間にこうサインを書くんですけど、ぴったり3秒で終わるの。えマジで一回数えてほしい。いくよ、じゃあこんな感じで、うんうんうん、あなるほどなるほど、うん分かった、またねバイバイ、あありがとうみたいな感じで。そうなんかね、本当にねなんか最近サインは崩せば崩すほどかっこいいんじゃないかという、あの極地に入ってて、初期やばいよ、初期のサインは私初期のサインねこんな感じ、あの新幹線の中でサイン考えたんですけど、サイン会があって、これ初期の社員、社員って言った、これサインなんですけど、初期一番最初になんか私初めてのお仕事がサイン会だったんですよ。でまだサインも決めてないのにサイン会があるからサインを決めてくださいって言われて、そんななんかもう握手会もまだったね、初めてがサイン、なんか握手会今1回だけ一言あったけど初めてがサイン会で、もうそんなサインも考えてないのにみたいな感じで、新幹線の中で広島から東京に行く4時間の中で頑張って帰って、ミカニャンにサインこれでいいかなって言ったら、あ消えた電気、これでいいと思うって言われてこれができたんですよ。それが今ではこうなってますね。だからもう大体ほとんどのサインこれで書いてます。このSTU どこ行った？ STU 書いてるよ。いるよ。まずこう書くでしょ。新尿を書くんですよ。新尿じゃないんだけど、本当はこれ三髄なんだけど。ちょパクらないでね、これ。なんかパクって売らないでね。で、まあ、こうしてオキを書くでしょ。これ、まあ、これでオキなんですよ。はい。待って、ちょっとなんか違うな。難しいな。ちょっと止まらずいきますね。流れで書かないと無理だ。はい、分かった。流れで書いていきました。あ、そう、八が大きいんですよ。なんかオキと STU をつなげてて、48だけ別で書いてます。それ以外はあのなんて言うんだろう、大きい STU はもうほぼ一発書きで、48だけ一回ペン離して48で書いてます。4どこ、4はねここにある。
48。だんだん崩して、これが3秒で書けるようになりました。でもあのコメントはなるべくね、あの綺麗にゆっくり書いてますよ。ことを踏まえた上でいきます。はいこれね、毎回なんか違うように見えるじゃん。これ、ね、私のサイン本当に万能なんですよ。知ってほしい。例えばなんかいろんなものにサインを書くとして、メンバー全員が書くとき16人分のなんか色紙の中に16人書くってなったときにちっちゃく書かないといけないじゃないですか。とか縦のなんか縦媒体で書くときとか、すごいね。私あの逆に1枚を1人でドンと使う場合、私ねあの このサインは 縦バージョンでも横バージョンでもあの比率が変えることができるので、すごいあの万能なんですよ万能ってことを知ってもらいたい。すごいあの書きやすいんですよ。そう、なんか本当に STU の一番最初に入った時に、まあもう今はいなくなっちゃったんですけど、結構あのマネージャーさんがいて、その時そのマネージャーさんになんかサインはなんかすぐ書けるものに してみたいな、なんか凝ったサインは作らなくていいって言われて、なんかその書くのに時間かかるサインは書かなく、なんか考えなくていいって言われて、めっちゃ考えて、なんかその時間のかからない手軽なサインを、そしたらねこの形に落ち着きました。これもうシャーっていけるポーカメのサインがあったら、アカリンさんねめっちゃねなんか書きやすそう、なんか服そう、私の万能サインでございますもう何回書いたことかって感じ。でも大体ねこれ今までのさ、ちょっと他の人のさタワーのやつだけどさ、形自体はこう変わってないから、ほらほら、どれだけ書いても一緒なんで皆さん、まあ、若干違うかもしれないけど速度はね変わんないんで。そうフ、うん、間違えることはないですね。ないけど、うん、なんか鉢がビヤーンってなってたらなんかちょっとぶってるなって思ってください。こなしてるっていうか、なんかくろうとぶってるって思ってください。あの気分が乗って書いてるときシャシャシャあのタイピングめっちゃ速い人がエンター押すときめっちゃ強い感じの同じような感じです。ターンみたいな、うん、8が勢い強ければ強いほど乗ってますね。逆になんか止められた8だとなんか割となんか時間使ってギュ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 みたいなそういう感じです、うん、私の見分け方
かなんかサイン変えてるメンバー結構いるんですよね、途中で変えるメンバー、うん、私はとりあえず一回も変わってないけど、初期と今じゃ全然違います、うん、って感じぐらいかな。他のメンバーのサインこれいいなと思ったのある。私ココアさんのサイン好き、なんか漢字のサインが結構好きで、ココアさん、ココアさんはね縦なんですよ、縦ゲーのサインなんですよ、横じゃなくて、すごいないいなと思います。野球選手みたいなサインしてるかな。うん、モノマネサインやりそう。いや、サインモノマネできないな、難しい、なかなかその人の書き方があるからな。野球選手ってなんかシンプルな感じの、なんかシャ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 って感じなイメージ。ユミリンさんにナナさんのサイン書いて、結構シンプルよね、なんかなみたいな、ローマ字とハートと、なんかナナさん結構書きやすそうどういうこと、ユミリンさんがナナさんのサイン書くって。解説聞いてた、明日楽しみになってきた、ぜひぜひ。だからね、楽しみにしててください。柔道のオタにありがちゃうから推しのサインモノマネ皆さんもぜひ書いてみてください、私のサイン、うん、なんかでも一回メールでさ、本当に昔だけど書き方みたいなの載せたことあるんですよね、したらみんなが書いてくれたことあった気がする。でもさ、結局さ STU だけじゃないのかもしれないけど、なんかサインって誰のサインか分かんないから、結局下に改めて STU48 大きいよかって書くんよね、うん、なんか色紙とか書くときさ、サイン書いた後にSTU48沖ゆかって書く。めっちゃさ、たまにさサインの意味じゃないじゃんって思うけど、まあでも確かになんかこう居酒屋さんとかさ飲食店とかにさ飾ってあっても誰のサインかわからないもんなってまあ思いますね。でもなんかこういう STU のお話し会とかのサインは、まあそもそもなんかこう生写真にサインとかカードとかにも名前が印刷されてるから沖ゆかは省くけど、うん、まあそうだね、絵みたいな、そう、まあロゴだと思ってください、ロゴみたいなもんです。誰のサインかわからない色紙出てきて扱いに困った、サインいっぱい持ってそうサインなくて沖ゆかだけだと寂しい。まあね、わかるわかる、なんかサインがあってこそのなんかさ、まあ芸能人っていうかさ、そういう系の人なのかなって思うよね。うちの妹芸能人でもなんでもないのにサイン持ってるけどね、自分のどこで披露するねんって。しかもアイドルみたいな可愛いサイン作ってるんですよ、なんか猫のね、ちょっとおしゃれなサイン作ってる。なんか一回だけ妹にサインどうしようって、そのアイドルなりたての時に相談したら、私のサインこんなんだよって言って教えてもらった
子供の頃作ったことがある。男の子なんか作ってるイメージある。きっとなんかプロサッカー選手になった時用なのかなって思ってた。キちゃんより先にあった。私より先にあったよ。もしね、皆さんサイン持ってたら教えてください。意外とね、考えるの楽しいから考えてみて。 STU 加入前誰かのサイン持ってた？持ってないですね。でもなんか隣の家が、あの私の家の隣が、あの幼馴染なんですけど、幼馴染の一家が、あの阪神大好きで、岡山結構阪神かカープかで分かれてて、割と阪神寄りなんですけど、阪神ファンのお家で玄関にめちゃくちゃサイン飾ってあった。サインボールとサイン、でも誰か分かんないんだけど、すごい。それをなんか毎日見てた。ああすごいなって。野球選手のサイン本当に誰が誰だか分かんない、崩しすぎてて。カープ、カープ岡山どうだろうな。なんかもうカープは本当に多分広島の熱量が多分めちゃくちゃすごい。岡山はね、割と半分半分だけど、私の周りだと阪神のファンの人が多かったかな。まあでもあれ、サッカーの方が多いかな、野球よりは。岡山はね、サッカーの方が結構有名っていうか、おきちゃんち何ファン？おきちゃんち全然スポーツ興味ない一家だから全然わかんないな。私まるであの野球とサッカーの人数の違いが分かってないから、まだ 9と10と11のどれだっけって感じだから、難しいとこなんだけど。そう、ファジアーノ岡山があるから割とサッカーは有名かな。お父さんスポーツ興味なさそうだけどな。お父さんがスポーツ番組を見てるの見たことない。あ、野球9人かで、サッカーが11人、稲妻11、覚えた。ゴルフとかやらない。お父さん何にもやらない。強いて言うなら NMB48 の麻雀やってるアプリぐらい。バスケ何人？バスケ分からん。バスケ何人だろう。バスケの漫画昔読んでたのに。9人とか。バスケ読んでたのに分かんないな。全然分かんない。バスケ12人多い。バスケ5人、5人やんけ5人やんけ。でもね、待って、バスケはねポジションの名前わかるよ。だってバスケの漫画読んでたもんね待って、ちょっと待って、落ち着いてみんな。まずなんか司令塔みたいなのがいるよね。なんか G なんとかみたいな、 G か S かどっちかのかと、守る人と、やばい全然思い出せないよあ、ポイントカード、それだ。ポイントガードなんかミッドフォードみたいな、なんだっけ、なんか M4 みたいな、 M4 じゃない、何か MF みたいな全然思い出せない、なんだっけ、もう分からん
スモールフォワード、パワーフォワード、ちょっと思い出せないな。シューティングガード、そんな。いやもうサッカーと混ざってる。本当？サッカーも全然わかんないんだけどな。もはや F4 はそれ花壇だよ。私でもね、スポーツの中で唯一ルールがわかるのがバレーボールだから。中学校1年生の時ちょっとだけバレー部だったからね。バレーだけはちゃんと理解できてるの、ルールを。でもそれ以外のスポーツのルールがあんまり分かってない。バレー何バカにしてんの？6人だよバカにしてんの？6人だよキちゃんの時代リベロありだった。リベロありだったよ。なんか L っていう、なんかタスキじゃないゼッケン着てた。クマありがとうございます。ビーチバレーは2人か3人、9人のバレーあるの。すごい人多い。ラグビーか。私友達がラグビー部のマネージャーだったんだよな。ラグビーだから、ラグビーの試合応援しに行ったことあったんだけど、ルールが分からなさすぎて何も分からずに、分からないまま勝ったっていう。テニスは何人？テニスは テニスはねやばい、もうテニスって聞いたらさ、テニスの王子様のさ、なんかあの菊丸ってエイジっていうキャラクターがいて、もともとダブルスのキャラク、なんかダブルスの選手なんだけど、ダブルスじゃなくてシングルで出ることになって、でもめっちゃ負けてくんですよシングルだと。そしたら、やっぱシングルはダメか、じゃあダブルスでいくよって言って分身して2人になった思い出がすごい頭の中に残っててもうなんかテニスは何人とか見てもなんか3人以上って思っちゃうんだけどダメだ、あかんね。どういうこと？いや、そう、本当にそうなんですって。なんか今まで真面目にテニスしてたテニプレがちょっとおかしくなり始めたところ。そっか、シングルじゃダメか。ならダブルスで行くよっつって分身して、あの2対1で戦ってそう高速のステップを踏むことによって2人に見えるみたいな、なんか確かね、そんな感じだった気がする。そうそう、残像で戦う。本当に面白いからテニスさんで、なんだっけな、なんかじゃ あ、まあその対戦相手もね、まあ、強いからさ、対戦相手もじゃあそのステップとステップの間の人がいないところを打つんですよ。そしたら3人に分身するんですよ、さらにスピードを上げてだめだ、スポーツ漫画面白いね何でもありよ。弱虫ペダルね、読んだことあるよ。でも途中ぐらいまでかな、自転車ですよね。でもあんま覚えてないよね、途
中まで読んだっけ。あんまりルールも覚えてない。なんかさ、弱虫ペダルっていうその自転車競技の漫画があって読んでたんだけど、なんかあれ全然記憶ないんだけどさ、なんかこう自転車同じチームの人をさ、なんか後ろに引き連れてさ、なんか走るみたいな、なんかそういう描写があった気がする。あれ何だったんだろう、なんでなんか3人ぐらいでこう後ろに並んでこうやって走るみたいな、チーム戦なんだ。でなんか一人さ、なんか体力不足でさ置いてくみたいな。風よけ、あー、一番前の人めっちゃ大変じゃない？空気抵抗を減らしてめっちゃ大変じゃないですか、一番前の人。あ、先頭を交代していく、なるほどね。どうやって入れ替わるんだろう。あ、まあ入れ替わるか。ローテーションで、あ、じゃあ一番前だった人が一番後ろに行くのね。なんかすごいね。なんかあんまスポーツ知らないからさ、ルールとかも。そうなんやね。みんな詳しいね、自転車競技。スケートでもあった。あ、スケートあれか、あ、フィギュアじゃなくてアイススケート。トライアスロン覚えてるかい。トライアスロン覚えてるよ。走って泳いで自転車漕ぐやつでしょ。マジで知らなかったからね、ショールームで聞くまで。パシュートスピードスケートかトライアスロンは覚えてる。すごいよね、スポーツな。スポーツ難しいよ。知らないスポーツがデカスロン、何それ、知らない。デカスロン、わからない、初めて聞いた。え？そうね、十種競技、10個の競技。あ、そっか、トライアスロンってそういうこと、3つだからトライ、10種もするの。私本当に何やスポーツ見ないからすごいな。デカって10個って意味か、すごいね。何でもできるね、デカスロンできたら。武井壮さんがやってた、うわすごい。いや難しい。漫画は読むさ、スポーツ漫画だけは一丁前に読んでるんだけど、なんか結構フィーリングで読んでるところもあるからなんかすごいルールを理解して読んでるってわけじゃないんだよね。でもサッカーの漫画とか読んだことないかも、まだ。ライブに PR にショールーム、ある意味トライアスロン、トライアスロン漫画から入ると興味出る。まあね、わかりやすいからね。最近いろんな漫画があるからさ、なんか結構なんか マニアックなスポーツとかでもさ、だからあれとかもね漫画で知ったよね。なんか ラクロス
なんだっけ、なんかこうやって網のやつ、あれとかもね あんま知らなくて、ラクラスだっけ、ラクロスか、ラクロス。ラクロスは前ジャンプで連載してて知った、うん、ラクロスはプリキュアで知った。プリキュアね、初代プリキュアが片方がやってましたね。マイカーの衣装がラクロスっぽいなと思う、最初のやつね。確かに、うん、なんかあれよね、なんだっけ、猫の恩返しにも出てくるよね。ダイアナエース、ダイアナエース見たことあるよ、面白い。でも途中でやめちゃったな見るの。スポーツいいね。よいしょ。ご機嫌ような方々がやってるイメージ、ラクロス。そうなの、ロッカールームボーイはラクロスの衣装だね。なんか AKB さんの劇場に行った時に楽屋にあのあれが置いてあった、あのものの名前がわからないんだけど、ラケットみたいなやつ。あの網のやつ。ラケットでいいのか。魚取れそうな棒、確かに。ポキポと話したくてゴールデンカムイ読み始めた。おー、ありがとう、一緒に話しましょう。そう、マイカーね、そうスポーツユニットでもあるからスポーツも勉強しないとね。 MC ばっかりやっちゃったけどね。何時までしようかな今日。まあもうちょっとするか。いつの間にか1時間経ったね。1時間経ちました。あんま制服が見えない。ありがとう。JK も10時まで、そうだよ、JK10 時まで、ね、今日は特別にできるんです。明日は JK じゃないかな、 JK は今日だけ。JK の流行り、 JK の流行り、今日ねややちゃんにね、なんかなんか TikTok、 これ TikTok とか言ったらさ、古いですよって言って、もう私の中の私もとうとう古いって言われる立場になってしまったと思って、えこれはって言ったら、古いですよって言われた。あー悲しい、 TikTok 見てるはずなのにな。これじゃない、てっ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 てじゃないのって思って。そっか、なんかついていこうと必死で TikTok 見てる人みたいになっちゃった。違うよ、普通に見てるんよ、時間経つの早いから。カノピー
移り変わりが早いね。分からん今の JK 何が流行ってるのか。何がやってるんだろうな。現役ってことでしょ。じゃあ現役いけるかな。クマありがとうございます。タピオカっていつだった。タピオカ終わったの。もう分かんない。今何が流行ってるんだろうね。食べ物って何が流行ってるんだろう。あれなんか台湾唐揚げみたいなやつ。そんなことないのか。わからん。次流行る食べ物、何が流行るんだろうな。何が流行るんだろう。バナナジュース。バナナジュースか。トゥンカロン。あ、なんかトゥンカロン聞いたことある。トゥンカロンね、ちょっとだけ聞いた。でもあんま食べたことないな。トゥンカロン。なんて言ったらいいんだろう。なんかなんてなんかえ、なんかなんなんだろう。あ、マカロンなんだ。でっかいマカロンだし。なんかね、あの私が好きなあのある会社の TikTok がね、その部長に何々を食べさせてみるみたいな、なんかもう絶対なんかその部長はあの牛丼とかあの霧島とかが好きなんですけど、そういうのはなんかフォロワーが増えないと飲ませてもらえなくて、いつもなんか女子の好きそうなタピオカとかパンケーキとかをあの食レポをさせられるっていう TikTok があって、あれをずっと見てます。毎日見てる。かわいいの。そう、おすすめです。チャーシューメロンパン流行ってる。何それ、チャーシューメロンパンって。すごい。そう、その部長がトゥンカロンも食べてた。配信ありがとう。おやすみなさい。バイバイ。そうこんばんは。最近の子はすごいね。ありがとうございます。ギフト。メロンパンにチャーシュー入ってる。そうなのかな。ちょっと調べてみよう。めっちゃ気になる。アイスメロンパンだっけ、あきちゃんが前に食べた。あきちゃんが食べてたのアイスメロンパン。アイスメロンパンさ、私が高校1年生ぐらいの時になんかめっちゃ流行ったんだけど、うん、だってもうアイスメロンパン屋さんがさできたもん、近所に。めっちゃ行列だった。私が今4、5年ぐらい前か。だから4年ぐらい前にアイスメロンパンの専門店ができたんだよ。すごくない？革命だよね、田舎の。でももう潰れちゃった。好きだったんやけどな。
そう、何円ぐらいだったかな、忘れちゃった。でも専門店ができたんですよ。でもたまにね、あるもんね、今でもアイスメロンパンって。熱々メロンパンとアイスはやっぱりマストなんだ。うん、あー、なんだろうな、ロールアイスとかロールアイス1回しか食べたことないな。でもなんだかんだお店続いてるんよね、ずっと。ロールアイスなんかさ、カタ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 お好み焼きの鉄板みたいなやつにさ、カタ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 って冷たい鉄板の上にさ、なんか液体こうやってカタ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 って言ってシャッ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 って言ったらアイスになるやつ、うん、動画見ちゃう、わかる、ロールアイスの動画見ちゃう。でさ、シャッ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 ってやってなんか 丸くしてシャッ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 、そうそう、バラみたいにするやつ、あれあれあれ、広島にもあるんですよ、パルコの近くに。でも昔ね、あののんちゃんさんと行ったことがあって、でなんかその鉄板っていうの、なんていうの、鉄板の上でアイスを作ってくれるんだけど、その鉄板にさ、まあ、アイスの元の液体をさかけるんだけど、その時になんか書いてほしい文字ありますかって言われて、あ、じゃあオキポでって言ってんのえって言われて、あの O に K に I に PO でって綴り教えて、あのなんかキャラメルソースとかで OKPO ってオキポって書いたらさ、書いてもらってた。そしたらダダダダダダってオキポがさぐちゃぐちゃにされてさ、まあ、混ぜなきゃいけないからだけど、ガタ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 ちょっと切なくなっちゃったそんなこともありましたね。こんな刻まれると思わなかったから、そう、破壊されたんですよそう、なんか流行ってたらしいね、その混ぜる前になんか書いてもらって写真を撮るっていうなんか文化がねあったらしいね、若者の中で。知らなくてさ、何にも撮らずにさ、オキポだけ言ってさ、オキポガタガタガタってそんなこともありましたね。でものんちゃんさんはちゃんと写真撮ってたなそうそうそう、映えです、映え。何が流行るかわからないね。今後何が流行ってくんだろうね。クマありがとうございます。クマギフトありがとうございます。すごい可愛いね、 STU ギフト。このだるまさ、顔描いてあるんだね、よく見たら。なんか髪の毛はみ出てるね。ユミリンさん、携帯探してるの？ありゃ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 。ユミリンさん、この間も携帯忘れてたのに。2個持ちだからもう1個の方で電話できないのかな？ゼリーと間違えてなんかみかんゼリー持って、この間公園、結構拘束時間長かったんですよ。朝から晩まで船だったのに携帯なかったから、だから
ユミニンさんと人狼した、うん、あのみんなで人狼しました、マイカーで。なんかさ、それでさ人狼したんだけどさ、なんかユミリンさん人狼めっちゃ詳しいんですよ。なんか人狼でなんかパン屋さんっていう職業があるらしくて、私全然知らなくて、何それ人狼でパン屋さんとかあるのって思ったら、なんかパン屋さんは村人陣営で毎日パンが届くらしいんですよ、朝で。パン屋さんが死んだら次の日パンが届かなくなるっていう。だからなんか村人が殺されたっていうのが分かるっていう。いやそんなんあるんだと思ってパン屋さん言ってみたいんだけど、私実はパン屋さんでとか使用したい。そうらしいよ、うん、あんまりさ人狼すごい詳しいわけじゃないからさ、なんかいっぱい役職が出てくると分かんなくなっちゃう。昨日ね人狼してたんですよ、みんなでマイカーのメンバーで。で私占い師だったんですよ。であの市民が、まあ、なんかマイカー6人いて、ほのたんさんだけねなんか他のことしててやらなかったんやけど、ね市民に人狼1占い師、あ市民3人狼1占い師1だったんですよ、騎士なしでやって。で私が占い師だったんですよね。で、まあ、人狼が1でで5人やるってなって、なんかさ最初の夜開けてさ、なんかソラハがさ、私の隣みんなで円になってやってたんですけど、私の隣がソラハだったんですよ。そしたらソラハがなんかちょっとね聞き取れなかったの、私も。なんかソラハはなんかあの村人ですみたいな言ったんですよ。なんか人間の何のに村人ですみたいななんか言って、なんか私にはそれがなんかなんか小さい役職ありの村人ですに聞こえたんですよ。で私占い師でもうあと村人3人なわけで騎士いないから、これ絶対人狼やんって思って、本当はあの使用しない方が良かったんですよ。あの1番目っていうか1巡目だったから、もう即はい待ってください私占い師です、この人嘘ついてますって言ったら、なんかソラハがびっくりしてみたいな、えソラハジールちゃうてみたいなって言って、でなんかソラハが処刑されて、でソラハ幽霊になって。でもさ結局さそれはソラハのなんか私の聞き間違いというか、なんかソラハもなんか何言ってんのか分かんないこと言ってて、私も聞き間違えて、なんか村人なのにソラハは村人だったんですけど、ソラハをあの吊るしてしまって、スタッフさんかも私が占い師ってことがバレてしまって、無人狼に私殺されてしまって、なんか本当にね全然面白くない人狼ゲームをしてしまったんですよ。うん、しかもソラハね幽霊になってからめっちゃ喋るんですよ。喋っちゃダメなのにめちゃくちゃ喋るんですよ、うん、いや面白い。ちょっとマイカの人狼一回見てほしい。誰が人狼だったの？その時フーさん人狼だった。フーさんうまいんですよね。フーさんとユミニンさんがめっちゃ人狼になった時うまい。なんかフーさんはめっちゃ村人の気持ちになって言うんですよ。なんかだから騙されやすい、うん、でユミリンさんは人狼の時うますぎて逆に市民の時でもなんか釣られちゃうとりあえず誰か釣っとこうかみたいな、あんまり決まらなくて釣っとこうかってなった時にユミリンさんはなんか人狼の時がうまいから人狼じゃないかって疑われて釣られる感じですね、うん
人狼ゲームやってました。でも楽しかったです。またみんなでしたいな。そう、でも私も結構釣られる最初のフフ悲しいですね。私のマナコミテっていう人いなかった。いや、いなかったねその時はいなかったね。ジロ配信楽しかった。本当前ね PR 舞台でもやったし、あと結構前1年ぐらい前に公式で人狼配信やりましたね。もうちょっと上手くやりたいですね。次やる時があったら。何これ、陽子っていう役職は知ってる？陽子でいいのかな、あやかしにきつね。わかんないその役職知らないな。こんばんはって、こんばんは。キツネは人狼がいなかったかち、よくわからんな。STU なんか人狼のアプリとか出ないかな。ねえ、いろんな役職あるんだね。最後まで陽子が残ってたら陽子の一人勝ち。ほう、キツネらしい。制服見せて。制服あんま見えないね。リボンがね下がってくるんよ。ちょっと今日コンタクトしてないから。11時になった。おお、早いですね。制服の重さ。制服がこんなに重たいものだなんて、脱いだ瞬間今初めて分かったんだ。リボンってどうやったっけな。リボンね、もうこれ元からは結構ゆるゆるなんですよ。ほら、心軽くなって、楽しい時間過ぎるのが早いね。早い。カースト上位、カースト上位に見える、マジ今日なんかでもお話し会の時正反対に言われた。なんかすごいスクールカースト上位だねって言われたりとか、めっちゃ生徒会にいそうだねとか、すごい優等生だねみたいな、なんかどっちやと思いながら、人によってそれぞれ。あ、ユミニさん携帯見つかった？よかったよかった。ユミニさんよく物なくすからね。私も結構なくすけど、私よりなくす人だと思う。ファースト上位感ある？本当？学祭実行委員っぽい絶対現実だったらやらないけどね。そうなの、すごい大変そう学園祭の。ステイで物なくさない人いるの？いるよそりゃいるよ。でもなくさない人はなくさないからね、わかんないな誰が誰なの。
あ、ゆきにさん岡山の高橋市ののど自慢出る。そうなんだ。高橋市前ロケで行ったな。ほのたん推しです。沖さんついてきて気になってきました。おう、ありがとうございます。今日ほのたんさんめっちゃ楽屋近かったのに全然喋らんかった。寝てた。あの人制服に触れなくてごめんなさい。いいよ全然。忘れ物して一番焦ったの、なんだろう。でもなんか研究生時代は名札を忘れたらもうめっちゃ嫌でどうしようってなってた。なんか AKB さんとかのあのコンサート会場のリハーサルとかで名札忘れたらもう沈んでた。はあやらかしたってなってた。それはもうねめっちゃ焦ってましたね。どうしようどうしようって。その時めっちゃ結構あのすごい厳しいマネージャーさんがいて、もういかにその人にバレないようにどうしようと思って印刷して名札を自撮りの自撮りしてて、前に名札で撮ってる写真をその名札の部分だけをこうやって印刷して、コンビニでそこだけ印刷してきて、でそれに紙だけででも大丈夫バレないだろうって思ってこうシュッて紙に安全ピンさせて服にくっつけた、で名札を自作しました、ね、したらね、なんだかカードの部分忘れたみたいな。ぐらいね、名札は大切でしたね。焦りました。多分そんなに怒られなかったと思うけど、言っても素直に。その時はね、当時はね。ぐらいかな。そんな焦る忘れ物でも言うてないかも。今なら平気。もう今はねガムテープに名前書いてる。忘れたら。でも最近はね、なんかゼッケンつけることが多くなりましたね。なんかこう大きなコンサートのリハーサルとかは、だからなんかあんま名札をつけるっていう文化がなくなったかも。あ、ビブスか、ビブスか。なんかわけわからんくなるね、ゼッケン。それが一番わかりやすい。そうかな。クマありがとう。クマさん、帰省と合同の時足りなくてガムテープに書いてた。そうなんですよ、ガムテープに書いて、自分じゃガムテープに名前書けないからメンバーが書いてくれる、お休みだとダンサーさんが代わりにゼッケンつけてたりする。そう、ナナさんとか
の代わりにダンスの先生が入ってたりとかする。かな。よいしょ。ちゃんの声聞きながらだとイラスト作業がはかどります。作業用 BGM、 アイアム作業用起きようか。ぜひぜひお休み前のラジオにでも作業用の BGM にでもしてください。おはよう、おはようか。もうこんばんはよ。クラブハウス向きの声質。クラブハウスやったことないんよ。なんかツイッターでさ、最近なんかクラブハウスみたいな機能できたの、できましたよね。でもなんかフリートのところになんかクラブハウスみたいな機能ができてて、他人の会話を聞けるらしいんだけど、なんか怖くて一回もタップしたことない。しかもそんなになんかこう知らない方同士だったから、あのフォローはしてるけどあんまり知らない方みたいな、なんかちょ、これ聞いてる人表示されるんだったら絶対見たくないなと思って見なかった。なんか最近出てくる一部の人だけ先行、先行じゃないんじゃないかな、結構前からなんかできてる。すごいなんかこうフリートで丸々してるじゃないですか、その丸と丸がつながってるんですよ、他の人と他の人が。でこうつながってたらなんかそのクラブハウスみたいなことをしてるらしくて、はい、押したら聞けるらしいんだけど聞いたことない。なんかちょっと沖優香さんが入室しましたとか出たら嫌だなと思って。でも多分フォロワー同士じゃないとあれなのかな、わかんないけど、なんか最近ツイッターでクラブハウスみたいな機能ができてる、どんな感じなんだ、ちょっと気になるから誰か誰かがやってる姿を見せてほしい。押すの怖い、押すの怖いよね。クラブハウスは盛り上がってんのかな結局。一回ね STU がやってたけどね、初見です。お、こんばんは。相互フォローのいないぼっちの場合は無関係ってこと。え、やっとゼロだったら、え、どうなんだろうね、自分がフォローしてる人だったら大丈夫なのか、フォロワーじゃなくて相互じゃなくてもいいのか、わかんない、ちょっとどういうルールがわかんないな。うん、なんかでもすんごい流行ってるっていう感じがあんましないんだよね。なんか一時はすごかったけど、もうあんまりな感じ。うん、あ、そっか、アンドロイド使えないんだっけ。お先です、おやすみ、おやすみなさい。おきゆみ2人なんて読むの、ユミニンさんと私はユミ、ユミポって私は勝手に読んでる。ユミポ、明日のサインよろしく、よろしく。瀬戸ちゃんの MC 楽しみね、楽しみだね。ユミポ写真上がってるの、
今日写真撮った今日ね、なんか JK コスプレ多くて、ソラハもユキリカもユミニーさんも JK だった。今日はね JK 多めな日でした。シティソラハはね、なんかちょっと若干アニメっぽい感じの制服、なんかミルキーホームズみたいな感じ。制服でした。私もメールには載せたかも、ユミニンさんとかの写真。ミチュさん担任の先生、なんかちょっと教育実習生っぽい感じのねスーツ。でした。リアル制服まだ持って、リアル制服は実家に帰ったらあるかも。お疲れ様です。お疲れ様です。実家にあるかもな、まだ捨ててはない気がする。でも今日さ、自分が制服着るって言ってたからかな、なんかツーショット会とか学ランとか制服着てくれてる人多くて、まああとスーツとか、すごいぽい写真が撮れました。ありがとうございます。なんか冠婚葬祭のさスーツでもさ、やっぱこういう制服の隣にいたらなんかブレザーっぽく見えますね、うん、学ランの人もいたし、普通に女の子で制服着てる人もいた。ちゃんの写真可愛くて全部保存した。ありがとうございます。そろそろ終わろうかな。学ラン捨てなければよかった。学ランね、でも譲ったりしない人ってずっと持ってたりするのかな。でもたまにいるよね、ファンの人でもさ、なんか高校生の時の持ってきましたみたいな人とか。そろそろね、結構やったかな。ありがとうございました。今日は STU ピックアップの日ということで STU のギフトとか投げてくださって可愛かった。代理ボタンついてます、ください。ください代理ボタン。今日ありがとう。いやこちらこそありがとうやで。制服で会場まで行った。いや行かない、着替えてる。一回着替えて家でまた着た、恥ずかしいからね、ちょっとなんちゃってだから。明日はオンラインサイン会で、ちょ今からねサインを書きたいと思います。手を汚してありがとう。ということで壇上を読みたいと思います。13位から読むよ。13位が一下さん、12位がザックさん、11位がソウリュウさん、10位がジェリーさん、9位がシーマさん、8位がもちもちもっちーさん、7位がとりあえずルービーさん、6位が名古屋のひーくんさん、5位がかまちゃんさん、4位がまっかさんでした。13位から読むでの皆さんありがとうございました。そして3位がまっちゃん2号さん、2位がキョンキョンさん、1位がジュンさんでした。ジュンさんタワーありがとうございました。ありがとう。3位から1位までの皆さんもありがとうございました。というわけでね、明日はオンライン話し会がありますので、感謝枠ね本当にありがとうございました。申し込んでくださった皆様も、生写真にねサインを書かせていただきます。生写真まだ髪長い時のなんですよ、昔ちょっと前に撮ったやつだから、だからまあちょっと レア、今となってはレアだなと思ってください。というわけで皆さん、おやすみなさーい。
ありがとうございました。今日見てくださって、このショールームで仕事頑張れる。本当？お疲れ様、ありがとうございました。うん、おやすみ、また。うん、明日お会いしましょう。土曜日ね、ゆっくり休んでください。また日曜日に。おやすみありがとう、長い時間見てくださって。それでは終わりたいと思います。バイバイ。3、2、1、おやすみ。できます。サイン書くぜ。あ、綺麗になってる。あれ、あ、汚いありがとう、バイバイ。